ございます。こんにちは、こんばんは。俊平太と申します。今回はこちら、またハンドスピナーなんですけど、こういう金属製のハンドスピナー、こういうのを買ってね、不良品かなって思われることが多々あるんですね。ハンドスピナーって買ってもらうと結構回るんですけど、異音がしたりして全然回らない、こんなんで終わってしまう、不良品じゃねえかって思うんですけど、一応対処法があります。まあ、一応こっちもね試します。もうね、結構異音がするんですね。シャリシャリいったりします。こういうスピナーはいくつかの特徴があって、こういうね、こういうタイプのスピナーではあまりない症状です。というか、こういうタイプだと構造上ありえないですね。ちょっとね、一回分解してみます。回してみましょう。ストップウォッチを使って、まあ、大体でいいっすかね。一回全部回してから、論外のやついましたけど、ちょっともう一回やり直します。ちょっと論外のやつがね、これ論外でしょ。回す前に終わってしまうんで、論外です、論外。これはね、大丈夫なんで、計測する必要がないんで、一回止めますね。これ論外です、もう。全然不安定ですね。もうこんなんじゃ、スピナーとしてね、もう役に立たないですよね。これもそうなんですけど、すぐ止まってしまう。こういうスピナー結構あるんですね、実は。だいたい中国製なんで、しょうがないはしょうがないんですけど、こういうスピナーに出会ってしまった時ね、対処法があります。まずこれね、ちゃんと回るタイプのスピナー、この場合はこの回すとこ、持ち手のところですね、これを回します。だいたい右回転すると曲がるんですけど、これね、こういう構造でベアリングを左右で押してるんですね。この真ん中の回らない部分ですね、この回らない部分を持つと回るんですけど、そこをねきちんと押してるという形になるので、基本的にはあまり不具合が起こらないタイプのスピナーです。ただこの回す部分がね、ちょっと緩いと、まあ、ガタつきがね、ちょっと緩くしてます、これガタつきが起きやすいです。なんでここを締めてあげると、まあ、比較的スムーズに回ります。多少ブレはありますけどね。はい。で、次にこういうタイプのスピナーですね。これも同じように回して、この持つところを回して取ります。大体右回り、反時計回りですね、が多いです。で、取れました。はい、裏返してもらうと、こういうね、線の入った丸いパーツがあるんです。これかなりグラグラしてますよね。これをこれね、これも反時計回りで取れるんですけど、時計回りに回して締めます。コインとかね、マイナスドライバーがあればそれを使ってください。ちょっといいとこにこの PC のパーツがね、ケースのパーツがあったので、これで回します。これでぐらつきがなくなりました。で、元に戻していきます。この持ち手をね、しっかり締めてあげるとぐらつきがなくなるので、しっかり締めましょう。で、これも同じです。これも同じようにね、こういうパーツがついてます。かなりガタついてますよね。これが原因で回らないです。
同じように時計回りに回して、この時ね裏が回ってしまうんで裏を押さえながら回していきます。反対側もしっかり回します。このね持ち手は基本的には上下はないのでどちらでもいいと思います。まあ、物によってはねもちろん上下あるものもあるんで注意はしてほしいんですけど、またタイムを計測していきたいと思います。最初に押しちゃいますね。すごいですねこれやっぱり精度が高い、他のやつとは違ってね一番よく回ります。一番最初にね回し始めたのにもかかわらず一番最後まで回ってました。だいたいね4分、まあ、最初の時間も加味すると4分45秒ぐらいは回ってるんじゃないでしょうかね。ただこれ最初5秒ぐらいで止まってたと思うんですけど、この論外だったやつね、これがね4分ぐらい回ってましたし、まあ、2、3分、2分弱回ってたので最初に比べるとね相当良くなったんじゃないかと思います。あとこの6本タイプは2本、4本、6本で付け外しできて遊べますよっていうものでした。これね結構いいと思います。ただ初期状態がやっぱ悪いものが多いっていうのが難点ですよね。なので粗悪品と思われるものに当たってしまった場合はまずこの持ち手を外してね調整してみるといいのではないでしょうか。こういうタイプのスピナーや買ってみてね、まあ、もちろん当たり外れあるとは思うんですけども、ものすごい回転が悪いものに当たってしまった場合は今のような方法でね回転を改善できる可能性があります。なのでねそんなスピナーに当たってしまった場合はぜひ一度この調整方法を使って調整してみてください。もしこの動画ね少しでも参考になったり面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。